潜入成功です。それにしても散らかってるアジトですね。ゴミくらいちゃんと片付けるですよ。まあ、おとぼりが冷めるまでの辛抱だ。それまではまた地上げ屋でもしてりゃいい。カモってやつは世界のどこにだっているもんだ。違いねえ。つうかお前よ、さっきからノリ悪くねえか。ランドソル最後の夜だぜ。ああいや、さっき外から聞こえた音がなんか気になってな。割とでかい音だったし。聞く？そんな音してたか。ま、この辺りじゃ何があってもおかしくねえよ。いつまで経っても小心者なやつだぜ。こら、つまらねえ言い方をするな。そいつのは用心深いって言うんだよ。おかげでいつもいい取引を持ってきてくれてるじゃねえか。わかってますって、ただの冗談。ああそうだ、取引といえば例の卵、明日は持ってくの忘れるなよな。へいへい、明日の朝一で持っていくよ。ちゃんと箱に入れて2階の目立つとこに置いてあるから、どんだけ寝ぼけてても目に入るって。お兄さん、聞こえたですね。例の卵は2階にあるです。こっそり移動するですよ。そろーりそろーり、こっそろーり。おっとリーダー、コップが空になってますぜ。お手にしますよ。ってありゃ、瓶の方も空っぽじゃねえか。おいおい、いつも言ってんだろ、あんな物を投げんじゃねえ。あん、なんだ猫か。ながらナイスな起点です。って猫ちゃんだったら話は別です。もし怪我でもしてたら大変だ。猫好きとしちゃ黙っておけねえ。早く見つけねえと。なんてこうなるですか。犬ですか、猫じゃなくて犬にしとけばよかったですか。猫ちゃん、猫ちゃん、どこでっちょか。ゴロゴロニャー。この姿勢、意外ときついです。とっととどっかに行くですよ、バカ。おい、もうその辺にしとけ。猫だったらあんなのさっと避けてるだろうよ。驚いて泣いただけだ、気にすんな。ここまで来たらこっちのもんですよ。さーて、お宝はどこですか。あ、テーブルにそれっぽい箱があるですね。他に箱は見当たりませんし、きっとそうです。早速いただくですよ。はい、お兄さん荷物持ち、しっかり抱えててくださいね。私の下克上を成功させるかもしれない大事な大事なお宝ですから。嫌な予感がして来てみればやっぱりか。そうはさせねえぞ、コソ泥野郎。おっと、ようやく気づいたですか。遅いんですよ、間抜け野郎。な、ひぃ、ドアはガブね。足止め成功。お兄さん、先に窓から飛び降りるです。まずはお宝の確保ですよ。よし、お兄さんはちゃんと着地できたですね。今度は私の番です。まずは窓枠のペット。
待ちやがれ。待てと言われて待つバカがいるかです。悔しかったら捕まえてみろですよ。お尻ペンペンベロベロバー。